皆さん、おはようございます。小野坂正弘のニューヨーク TV 始まりますよ。いや、詳しくない。どうしたの？なんか人気声優に囲まれて、いつもと違うところで収録がしたいな。小西くん。小西くん。はい。今日はね、はい、何ですか？小西くんにお金が出る日。だからそんな日はないです。今まで会った試しがないです。小西くん、はい、今までも5回ぐらいはありました。ありました？でもニューヨーク TV 自体は5回以上撮ってますよ。1000万再生くらいされてますよ、トータルで。先輩、頭を上げてください。先輩が公明をされるなんてやめてください。頭上げてください。いつも悪いと思ってます。でも今日はなんかちょっと雰囲気が違うところに、はい、今日はですね、なんと、はい、ユナイテッドシネマ、はい、アクアシティお台場というところに行っております。何してるんですか今日は？今日はですね、はい、あるアニメの先行上映試写会があってですね。あるアニメとは一体？そのアニメがこちらです。喝采せよ我が至高なる力に喝采せよ。ということで、なるほど、オーバーロード3なんですね。オーバーロード3、もう3期ですよ。1期、2期、3期ってすごい大人気ですね。大人気になったんですよ。素晴らしいですね。めちゃくちゃすごいですね。じゃあ我々はでもそう、オーバーロード3っていう作品に、うん、はい、なぜ呼ばれたわけですか？出てない。うん、これは関係ないじゃないですか。なんとですね、はい、この度、うん、オーバーロードがですね、初のスマホゲーム化。あー、なるほど。そうですね。ニューヨーク TV はゲームを扱う番組ですからね。そうなんです。だから僕らが呼ばれたということなんですよ。じゃあ大人気声優皆さんと、うん、もしかして一緒に撮影できたりするんですか？向こうは僕たちのこと知ってますかね？いや、知らないと思いますよ。人気声優ですからね、向こうは。多分人気声優に出てる人気声優。すごい気使われると思います。あ、はじめまして。あ、どうも。芸歴だ。でもすごい、あの、見てます見てます。いつも見てます。見てないっすよ。っていう感じになるじゃないですかね。なりますね。じゃあ、小西さん、はい、早速その人気声優のもとに、はい、行きましょうか。行ってみたいと思います、はい、じゃあお願いします、いつものやつ。はい、いつものやついきます、はい。誰が出るんだろうね。始まります。さあ、それでは、はい、皆さん自己紹介の方よろしくお願いしま す。はい、どうも、アインズールゴン役の日野聡です。そして、はい、はい、そしてアルベド役の原由美です。そして、はい、皆さん、アウラ役の加藤恵美里です。よろしくお願いします。後ろに行きまして、はい、皆さんこんにちは、うん、周り役の内山由美です。よろしくお願いします。そして、コキュートス役の三宅健太です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、はい、デミウルゴス役の加藤正幸です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、もう、はい、人気声優ですね。声優でございますね。すごいです。ありがとうございます。今まさにこの6人の人気声優。すごい気になるものがあるんですけど、日野くんのそれは何？これなんですか？これはですね、はい、このアインズウルゴンというこの自分の役が、はい、役が持っているスタッフオブアインズウルゴンという。なるほど、これがあの有名なスタッフオブアインズウルゴンで、かの有名なスタッフオブアインズウルゴン。こちら受け取ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、受け取ります。ありがとうございました。じゃあ、スタッフ、誰もいない。スタッフ、ちゃんと受け取ってお願いします。さあ、それではですね、はいはい、リリース前のゲームについて紹介していきたいと思います。ということで、まずはこちらのキービジュアル、どうぞ。はい、初めて情報解禁されたね、メインビジュアルがこちらということでね、スライドが何枚かありますね。1枚だけです。何枚？1枚だけです。これちなみに我々 のアジトのアジトが崩壊してます。最初のとこでしょ、はい、ね、あそこアジトなのにこのゲーム内ではもう崩壊してるんですね。そうですね。皆さんどこいらっしゃるんですかね。探すな探すな。ヒ
太陽君ってすげえいい役なんですね。そうなんですよ、もう至れり尽くせりでもすごい。それ3期もやってんの？そうなんですよ、ありがたいことに。もう普通のアニメできなくなっちゃうんですよ。そうですね、はい、もういや女の子にチヤホヤチヤホヤチヤホヤされて本当にそういうことしてると、なんか本当に俺は本当にチヤホヤされちゃうのかなって思っちゃうからね。そうですね、勘違いだけはダメですよ。勘違いだけは本当ダメ、ね、声優さんの勘違いが一番ダメ、はい、そうですよね。そんなことよりちょっと情報いろいろ教えていただけませんか。そっちだった、はい、ね、今日はねちゃんとやりましょう、本作の魅力を紹介しますと、はい、なんと原作者、はい、丸山くがねさん、はい、先生が監修ということで、はい、完全オリジナルシナリオ、はい、すごいです ね、 ね、先生にはお会いしたことあるんですか。結構あの収録立ち会ってくださることが多くて、はい、結構あのお芝居とかでも、うんうん、ここのニュアンスこうかなっていう時にまたアドバイスくださったりする、聞けたりするの、はい、ありがたいですね、監督通してたりするし、ね、私もなんか先生になんかこれって基本的にそのオンラインゲームの中の話なので、うん、 そうね、その加藤さんオンラインゲームやられてるって聞いたんで、うん、はいはい、どういう感じなんですかってちょっと先生にお話したことがあります。オンラインゲームではこんな感じでみたいな、ちらっとだけお話すると、先ほど言いましたけどね、はいはい、アインズ様の居城であるナザリック地下大墳墓がね、はい、最初からナザリック地下大墳墓がね、さっきはここもかなるでしょ。いや大事なとこですよ、ナザリック地下大墳墓、ナザリック地下大墳墓がねもう崩壊してる状態から始まってしまいますから、日野君たちがいる場所ってことなんでしょ。そうです、お家というか、はい、そこが崩壊、ナザリック地下大墳墓、ナザリック地下大墳墓、言いたいだけやな、お前ら。あ、あかんあかん、ゲストにお前ら聞いてしまった。大事にしてくださいよ、僕らは MC ですよ、今日は ね、 そして、今回ですね、うん、アニメには登場しない完全オリジナルキャラが、うん、ゲームに登場するということで、なんとその名も、はい、スライム子。お、スライム子、想像してみてください、スライム子、なんかでもドロドロしてそう。そうですね、うん、スライム子ですか、それともスライム子、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 これから大事にしてくださいよ。ここで言ったことは公式になりますからね。スライム、皆さんよく考えて、よく考えて、スライム子です、いいです、スライム子、スライム子でいいです、イムコちゃんですね、イムコちゃん、そのスライム子ちゃんがね、ナビゲーターのキャラとしてオーバーロードの魅力を案内してくれますということで、スライム子ちゃん、あちらにいらっしゃいます、こちら今日は、ね、あ、本当だ、はい、その子がゲームのオリジナルキャラクターのスライム子ちゃんね、確かに、あとロドロですね、ちょっとダメよ、ダメだ、僕たちが言う分にはいいけど、そちらが言っちゃダメ、確かに、スライムらしさは帽子ってことですね、なるほど、スライムはもう帽子で作っておりますよ、かわいい、どうですか、かわいいでしょ、みんな、かわいいですね、ね、スライムっていうね、イメージからはちょっとかけ離れた、かわいい、スライム子ちゃんは喋るんですかね、喋ります、こっちは喋るんですか、どっちがスラでどっちがエムコなんですか、これ、スラです。さあ、そしてなんとですね、はいはい、このスラエムコちゃん、うん、はい、最近流行りの VTuber、わかります、わかります、僕たちあの YouTuber なんですけども、人間やってるから YouTuber なんですけど、ビジュアルのアニメのキャラとか、その 3D キャラになってる、 CG とかで最近やってるやつ、これめっちゃ流行ってるんですよ今、うん、そうなんですよ、これが VTuber って言うんですけど、だからあの子が YouTuber やるんです、はい、じゃあ動いたりする、動いたりする、そういうことです、多分このなんかこの白いポッチつけてですね、ここにで、女の子が、それは中の人の話やからいや、それはあかん、言うとあかんやつや、スラエムコはスラエムコやで、スライムコ、なんとかキャプチャーってやつですか、スライムコはスライムコよ、スライムコだから喋るとみなとんこんにちは、スライムコねって言ってあれをやりますか、できますか、それがやるのよ、 YouTuber を、え、すごい、すごいです、すごいです、多分それからすごいですね、そうそう、ゲームの攻略とかやっていくからね、もしかしたら皆さんもゲストに呼ばれるかもしれない、そうそう、スライムコちゃん、うん、スライムコちゃんここにわーって映ってるのこう立ってそうだねっていう、でもこの辺でこの辺でこうやってますから、そうそうちょっとした茶番劇を、そうそう、茶番劇をやることになります、なるほど、皆さんもね、ね、覚悟はしといて、ね、楽しいでしょ、きっと、そのスライムコちゃん、VTuber、7月に、はい、始めるんですね、もうすぐですね、そうだ、もしかしたらこれ放送されてる頃にはね、すでにチャンネルができてるかもしれませんね、はい、そうなんですよ、すごいですね、ということで今日はさらに強力な大きいフル 3D が作成されているということで、はい、こちらなんか一部見れるらしい、あら、見てもらえるでしょうね、はい、初めて見ます、
ここは誰だ。お、え、誰だ。誰じゃないですか。私です。私です。私、私何役、何役。マーレ役です。マーリですよ、これ。マーレ、マーレの、マーレの奥義。例えば、何ですか、奥義の名前。いけーって感じ。必殺いけーって。お姉ちゃんみたいな感じ。お姉ちゃん、いけー。いけー、お姉ちゃん、いけー。今助けるよ、みたいな。今助けるよ、お姉ちゃん、いけー。オラオラではなかった。オラオラではなかったすごい。これだけですかね。もう一個ある。もう一個、もう一個、もう二個ある。もう二個ある。え、ちょっと皆さん出てくるかもしれない。はい、ちょっと楽しみです。うん、次は誰でしょう。あ、これ私です。コキュートス。コキュートス。これがあの、かの有名なコキュートス。かの有名な、かの有名なコキュートス。あ、これ交流を使うんですね。そうです。はい。そして虫です。虫なんです、彼は。基本あの、アルテッド系であったりとか。そうですね、本来の作品だと、はいはい、壁側で描かれそうなキャラクターが我々、ね、多いそうです。だってね、あれだもんね。そうです。骸骨の、はい、コキュートス、虫のくせに氷使うんだね。虫のくせに氷使って全然です。虫は本当は氷に弱いのに氷を使えるってことは相当強力ってことね。相当強いです。しかも全裸なの。全裸なの。しかも宮城くんの声でしょ。そうです。絶対強いね。そう、そして全裸です。全裸好きだね。全裸好き。さあ、じゃあもう一個あるんですよね。もう一個、はい、最後の人見てみましょう。誰がいるかな、もう一人。お、これ誰だ。お、お、あ、アルベドですね。はい、うん、アルベド。はい、私が演じさせていただいているアルベドです。これ女の子です。そうですね。でもあの色っぽい女の子ちゃうの。あの戦闘中はこのような感じなんです。そんななんねや。はい、あれ脱いだらあんな感じ。脱いだらすごいのよって感じの。脱いだら、まあそうですね、そんな感じの、はい、色っぽい女性です、ね。はい、そうですね。 CM とかにも出てますもんね。そうですね、はい。すごいですね。これは何の技ですかね。なんでもなかなかアルベドがアニメの本編の中でそんなに戦ってこなかったので、うん、あ、ある種ここまでがっつりとこの技とか見られるっていうのは、じゃあ、はい、ゲーム楽しみね、はい、みんなもね、やってる人たちも、うん、それではね、続いてなんと今日はこの開発中のゲーム、はい、ほとんどできておりませんけど、はい、まだ開発中なんですか。開発中なんです。開発中。なんと触れます。だからどんな雰囲気か入り口だけは分かります。ということで、それをもとにこれから皆さんに声を入れていただきます。これ本当はないでしょ、こういう機会。ううで、ね、でもこう分かりやすいですよ、ね、もうこれ一回触ってから声入れるとね。そうですね、なんかプレスコの収録に近いかみたいなね。そう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 、もうプレスコでやってもらえばいいんじゃないですか、ね、本当に、うん、今撮って今撮るの今多分ムービー見ながら奥義もちょっと今声入れていただいてね。もう好きにやっていい奥義も名前も。そうです、そうです。あとで合わせてくださるってことですね。そうそう、オーバーロードって出てる。あ、今そうなんですね。今そうですね。これね、好きな字が出るんですよ。声優さんって自由ですね。いや、いつもこっち側ですよ。すごいすごい、もう歯ぎしりが止まりません。ということでゲームの方を切っていきましょう、はいはいはい、さあ、ということで準備ができましたので、はいはい、加藤エミリさんに、はい、ちょっといじってもらいましょうね。はい、じゃあ私が代表して触らせていただきます。いただきますか。はい、ね、グリーって触ると、うん、上も見れる。おー、見れる。おー、すごい。かわいいやつのキャラクター触るとちゃんとしたあのアニメの、うん、あの大きさのやつが出ますからね。はいはいはい、左右もいけます。みんな触ってみてください。あ、本当ですね、はい、今ねまだ言葉の方はね、うん、ちょっとあんまり出ませんけど、うん、今回ね、画面をタッチするとタッチしたところがちょっと割れた感じになるんですよ。そうそう、パリンってなる。これは崩壊しているからなんです。そうなんです。地下大墳墓が、地下大墳墓が、で、あのボコボコの状態になるわけです。そうです、そうです。そしたら緑のところを触っていただくと、うん、はい、ストーリー、これがストーリーになっていきますよ。ちょっと見てみましょうかね。テストシナリオ。テストシナリオなんて普通見れませんからね。そうですよね。こんな感じで、はい、大きい投資のがね。じゃあ選択しますよ。まこんな感じ。第10回戦。これまだ崩壊してる前だね。前ね。前の感想で、そうシーンですね。これネタバレになっちゃいますね。ネタバレになりますけど、大丈夫です。大丈夫です。ここまではもう開けていいってことかな。すごい。こんな感じになってます。この果て
のが誰なんでしょうね。あ、誰なんでしょうか。スラ、イムコ。いや違います。スラ、イムコじゃない。なんだろう。やっぱりスマホゲームなので、ね、プレイヤーの方ですね。ですね、ひのさんね。そう、そういうことになっちゃうよね。分かってたね。ひのくん出てきた。アインズ様出てきました。ひのくんのことをあがめ立てまつっておりますからね。うーん、あが一人、しもべが。しもべが。すごい。こんな風になった。はいはい。ここのバナーも細かいですね。ちゃんと情報をリリース予定とか。今のところ ね、本当はそこにね、あの情報とかね、ガチの情報とか、そうですそうですね、イベントだったりとかね、よしてますね、ゲームやってた。さあ、ということで小西君、はいはい、はいはい、なんでしょう野坂さん。これまではゲーム内容の紹介をしてきましたが、はい、ここからはなんとお得な情報を教えていきましょう。 お得な情報、お得な情報です。何ですか、お得な情報とは。お得な情報でゲームといえばもう絶対これプレゼントキャンペーン。およっ、何がもらえるんですか一体。何をどうすれば何をもらえるんですか。言うよ、うん、今から言うよ。一番気になるところ。そうね、ゲームやるから、ね、ゲームやるから一番気になる、事前登録プレゼントキャンペーン。なるほど、はいはい、混沌石、うん、なるほどね、まあ、ガチャを引ける石ですね、はい、それね、ゲームやる方大事なやつだ。一番大事なやつ、ね、一番大事なやつですね、混沌石全員プレゼント、はい、最大10連ガチャ分がもらえると。おすごい、ということで、これはでかい。なんと事前登録数が増えるごとに混沌石、そのガチャを引ける石が増えていって最大10連ガチャ分を全員にプレゼントということになる。これはありがたいですね。最初に10連できるできないでだいぶゲームの進み方変わってきますからね。ほんともう生き死にですよこれは。ねえミニちゃん生き死にだよね、10連はね。やっぱいいキャラ引くまでね、ずっと延々と終わらないっていう、そういうこと、そういうこと。ぜひ皆さん増えるごとにもらえますからね、どん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 登録の方よろしくお願いいたします。そしてですね、はい、声優さんのサインやグッズが当たるツイッターキャンペーンもやっております。なるほど、本作に登場するキャラクターの声優さんやグッズが当たるツイッターキャンペーンということでね、はい、素敵な声優さんばかりなんでしょうね。いらっしゃるじゃん、素敵な声優さんばっかりでしょう。いやいや目の前に6人いるじゃないですか、素敵な声優さん6人。素敵な、なんかサインが欲しいなって思わせるようなね、素敵な声優さんばっかり。結構思いっきりです。ほいそれだからツイッターにまずフォローしなきゃいけないってことですよね、きっとね。小野坂さんのサインもちょっと入れといてもらえます？合間に？合間に。わからんようにね。わからんように。小野坂正也っていう。バルチック地下大工。そうですよね、もういろいろ混ざってもうむちゃくちゃになってるからね。詳しくは各ホームページを見てください。よろしくお願いいたします。そしてですね、はい、最後に、はい、日野さんから、はい、ビッグなプレゼントがございます。何ですか日野さん、なんでしょうか。そうなんです、うん、この、うん、スタッフオブアインズールゴーン、んなんスタッフオブアインズルゴン、スタッフオブアインズルゴン、例のね、スタッフオブアインズルゴン、はい、これを1分の1スケールですね、はい、抽選で1名様に、これプレゼントいたします。すごいアニメだな、はい、じゃあこちらをプレゼントしていただけると、はい、こちら1名様にプレゼントということで、はいはい、大事に大事に大事に、これプレゼントするやつですからね。その宝石1個取っちゃったりしないでね、はい、さあということで、はい、そろそろお時間の方来たようですが、いはい、ね、あっという間ですね。どうでした、はい、皆さん今日は。いや楽しかった、楽しかった。これからできるゲームをね紹介していただいて、はいね、この作品どんどん盛り上がっていって楽しみですね。そうですね、完成がまず楽しみですね、これからね声も入れるしね、はい、YouTube もね初めて参加したんで、うん、めっちゃ楽しかったです。本当ですか、はい、もう出たくないでしょ。でもこれからほらあの VTuber の方は多分皆さん絡んでるからね、スライムちゃんもイムコさんね、はい、そっからもしかしたら皆さんが YouTuber になるかもしれないですよね。 そうそう、そこスタートで、うん、こちらの、ね、苦労を分かっていただいて。でも私たち YouTuber デビューだったんですね、これがちゃんと。そうかそうか、どうだった宮城くん、すごい YouTube のデビューしてみて。ちょっと必殺技やってくれる。ごらんしてくれアイスピラー。
はい、ありがとうございます、まあ、見てる人は何のことやらさっぱりわかりませんね、これね、それぞれ悔いは残ったでしょうけども、これで終わらします。ドラマの方はね、はい、こちらの、オバマス放送局の方でしか見られませんからね、はい、さあ、小西くん、はい、今日はね、オーバーロードお邪魔してやりましたけど、こんな人気作品と ねまさかコラボできるとは思ってませんでしたよ。う、ね、うん、ありがたいですね。これで小西くんにもキャラも出るしね、はい、ありがとうございます、うん、いつもノーギャルですからね、はいはい、今日は出ますよ。やった、今日もたんまり出ますから、もしかしたら、うん、今日はゲストに来てくださった6人の中から、うんうん、ノーギャラでニューMTVに出てもいいよっていう人もしかしたらいるかもしれない。遠回しにそういうこと言うんじゃないよ。後で聞いてみましょう。三宅くん来てくれるかな。ただノーギャラなんですけどね。ねえ、凍らしてくれるかな。場は凍ったけどね。アイスピロ、アイスピロ、うん、歌いたい、ねえ、歌いたい、ね、オーバーロードのゲームが出た時は、うん、そうそう、またちょっとうちの番組でもね、オーバーロードのゲームの人、すいませんけど、あの出た時またうちで案件をお願いします。よろしくお願いします。お願いします。めっちゃ面白そうにやりますんで。はい。ね、よろしくお願いします。こことは違う感じで面白そう。はい。こことはってどういうこと？ユン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 。明日もお仕事頑張ってね。バイバイ。アイスピラー。アイスピラー。みんな凍らなあかんの。